えー、アイビーボールで働く皆川千尋役を演じました乃木坂46の与田勇希ですよろしくお願いしますおいてめえ人の姉ちゃんでチンポ立ててんじゃねえぞ言ったチンポ チンポって言った。マスコミいるぞ、今日。あ、チンポって言った。J. O. ワン。で、キャーって言ってるみんな。おかしなことが起きて。おかしいな。沢村良役を演じさせていただきました。j ャの近所スカイです。今日はお足元悪い中、お越しくださいました。本当にありがとうございます。喧嘩は日々の努力だからよ。うえ。ー <laughs> 安倍から目役の水上講師でございます今日は本当にお足元悪いなこんなにね来ていただいて本当に嬉しい限りでございます今日は短い時間ですがどうぞよろしくお願いしますありがとうございますさあ続いての方はどんな声を出されるんでしょうかごプレッシャーですねそうでございますねどんな声出してくれるのかな、ね、夜なしろ翔さんです<っ> <laughs> 早く言わないと皆さんこんにちは <laughs> <laughs> はい、皆さん、こんにちは。長島敬吾を演じ,演じました。j1 のような少々です。よろしくお願いします。<laughs> やりにくい、すいません。<laughs> ごめんなさい。やいえー、目黒塩屋を演じました。大平翔平です。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。筋トレするシーンがあって、すごい湯気が出たと思うんですけど、体からね。はい、あれはあの cg で足したわけじゃなくて、あの現場の近くに簡易サウナを設置しまして。 でそこで10分、15分ぐらいみんなで入ってからダッシュで現場に向かってありま要はネックレスしてたんですけどそれが本当にちんちんに熱くなるぐらい熱っていうぐらい結構、60度ぐらいですあのそれは水上さんのうっかりさんだったわけですね。はいい僕のせです 与田さん男性陣大変だったんですねきっとねああ大変そうだなって思いながら縛られてましたね <laughs> 縛られた <laughs> 本当にギリギリの戦いみたいな感じだったのでた当たったらどうなるんだろうとか思うと見ててなんか結構目背けるみたいなところもあったんですけどリアルになんか怖かったですなんか僕の中でこうあの秋元康さん プロデュースが世代を超えてあのリンクしてんだそうそうそうここで世代を超えて共演してるっていうのがなんかちょっとエモいなっていうのもあって与田さんどうですか今の話でねはい。そうなんです実は私渡辺麻里奈さんと LINE を交換させていただいたんですけどちょっとあのスマホなくしちゃって LINE のアタンと変わっちゃってもう一回交換していただけますかもちろんもちろん裏でやってください 公開。裏で言いづらかったのかな。公開で。今しかない。しないんですよ。今しかないと思って。今言わないと、一生言えないと思う。確かに、裏でちょっと言いにくいもんね。そうなんですよ。今ちょっと勇気振り絞りました。かわいい。品川さん、すみません、俺も後でライン交換した。あ、ぜひお願いします。裏でやってください。裏でやってください。裏でやってください。ちょっと今度筋トレ一緒にしてもらってもいい。裏でやってください。裏で言ってください。原宿のゴールドジム。大平君、今度うちに泊まり。 じゃ裏でやってください,裏でださい貴重な場、貴重な場ですからここ <laughs> ここまでリラックスしている、ね、舞台作、なかなかないでございますけれども。